ドイリーは、下佐古賀藩主。ドイ家、宗家十一代。江戸幕府の老中主座。雪の結晶の研究を行い、雪の殿様の異名で知られる。完成元年5月22日、三河狩屋藩主、土井敏則の四、男として生まれる。本家の古賀藩主、土井敏哉の実施が創生していたため、文化十年3月18日にその養子に迎えられた。 同年うるう11月15日、将軍、徳川恵成に、おまみする。同年12月16日、十五石も主前生に助任する。文政5年8月23日に養父が死去したため、家徳を継いだ。それに伴い、官名を大井の神に改めた。文政6年5月29日に奏者番となり、文政8年5月24日に、自社奉行と兼ねる。 文政11年12月16日に自社奉行を辞めたものの、文政13年11月8日に再び兼ねる。天保5年4月11日に大阪城代となり、14位下に昇進する。大阪城代在任中に大阪町奉行組より木きの大塩平八郎が武装放棄し、その鎮圧を担当した。その功績により、天保8年5月16日に、 京都書次第に抜擢された。それに伴い、自重に任官した。天保9年4月11日に、西丸老中、翌年12月6日に、本丸老中に任命された。反省においても天保2年から高見戦績を過労に、投与し、反省改革を行っている。天保12年1月に、大御所、徳川家成が死去し、5月に、老中取座 水野忠邦による天保の改革が始まると、李は忠邦に協力して、改革に参与した。ところが、天保14年、忠邦が打ち出した江戸、機内周辺に対する上地令に関しては、自らの所領が機内にもあったために反対し、半水野派の中心人物となる。水野派の鳥居大蔵らの裏切りもあって、忠邦を辞任に追い込み、その後を受けて、 老中取座に任命された。D は爆風財政再建のため、水の時代から続いていた契約令を継続し、さらに百姓や旗本の生活区を救うため、救済策に尽力する一方で、主喚していた武士道の引き締めにも力を入れるなどしている。D くの老中取座としての学生担当期間は10ヶ月という短期間であるが、大阪で、 米の先物取引を行うなどして一時的に幕府財政を黒字に好転させるなど手腕を発揮しているのも確かである。この時に協力をしていたのは旗本の向山玄太優だった。ところが、天保15年、江戸城本丸に火災が起こり、その再建のための資金調達を第12代将軍徳川家用に命じられたが、 リーは初代名から十分な献金を集めることができずに家吉の布教を買った。さらに6月21日にはオランダをはじめとする外国問題の紛糾もあって、水野忠国が老中主座として復帰してしまう。このため、同年10月12日にリーは忠国の報復を恐れて自ら老中を辞任した。楓元年4月25日、 用紙のリトールに家督を譲って隠居する。それに伴い、官名を織部の神に改めた。直後の7月2日に死去した。去年60。ドイリー、雪か図説。天保3年間。国立科学博物館の展示。早川、176から177ページ。大口雄二郎、国史大辞典。吉川博文館、2002年59 B、593p。 没後200年、井上忠た,たを歩く、茨城の、小京都小賀楼の絵地図に、接触の謎の補足記事、藩主は、自然科学者より、毎日新聞有刊2019年1月17日2019年1月26日、閲覧。脚本家としては、井上時子の名義で活動する、長野達夫大園の会あり、初期の会では、土井都市和と表記されていた。 ありがとうございます。